イランチャー笹井庵です。本日もニュースをくっついていきましょう。今日前半の話題は立憲の枝野さんがやらかしてくれました。何でもマイナ保険証は停電時に使えないと、これは天下の愚策だと批判したものの、医療業界から普通の保険証があっても停電したら医療行為などできないんだけどと思いっきり突っ込まれてしまい大炎上してしまった話題とですね、後半は韓国の新聞社が日本初アジア金融危機あるかもと思って日本に取材に来たものの、そんな空気感は1ミリもなく、そんなバカなと塩塩に退散しちゃった、なんともおとぼけすぎる記事をお伝えしようと思います。僕のしゃべりを聞いて目をつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速まずは枝野さんの荒れすぎる話題から、朝日新聞より見出しがですね、停電時どうする、保険証廃止は天下の愚策、立憲枝野氏が批判ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。現在の保険証を2024年秋に廃止し、マイナ保険証としてマイナンバーカードに統一する政府方針について、保険証をなくすんだってデジタル化はいいんですよ、マイナンバーそのものを有効活用するのはいいことだと思う、だけど全員できます？保険証って子どもも乳幼児も持っている、認知症の高齢者から寝たきりの障害をお持ちの方だってみんな1枚持ってるでしょ、子どもが持ち歩くんですか？保険証を見れば保険の種類と番号が書いてある、でっかい銀行だってキャッシュカードで金を下ろせなかったことあるじゃないですか、大停電起こった時どうするんですか、マイナンバーカードのシステムが壊れたらどこの医療機関でも保険証を確認できない、こんな天下の愚策をやめるために頑張っていきたいと思っておりますと、埼玉市の講演会で語った。おしまいということで、この天下の愚策とまで言い切った枝野氏に対してですね、枝野は全く現場を知らない男だという批判がですねネットを沸かしておりまして、まあ大炎上してるわけですけどもね。で、実際に現場で働く医療機関の関係者のですね声をツイッターから拾ってみました。まずはキリトアットマーク精神科医さん、前の病院で停電した時は処方箋に保険証番号を手書きして発行したな、カルテも薬剤も全部手書き、精神科だから影響少なかったけれども、科によっては電子機器が使えなくて診療にならなかったみたいでした。マイナカードにも番号書いてあるんだから停電時の対応は保険証の時と変わらんと思いますね。知念美希人さん、この方は小説家で医師だそうですけども、今レセプトは全部電子化しているんだから停電になったら保険証だろうがマイナンバーカードだろうが診療できませんよ、そもそも電子カルテ使ってんだよ。それからですね、古谷義人さん、これは看護師兼医療ウェブメディアをやってらっしゃる方だそうですけども、今時病院は電子カルテだしレセプトも電子化されているので停電になったらみんな一緒ですよ、それに病院には予備電源があるし緊急対応は可能です。それから上松正和さん、この方は放射線の専門家医でありますが、これはひどい、すでに病院は電子カルテだし非常用電源も設置されているし、むしろ災害時はマイナンバーで医療情報を統一した方が人を救える、変な批判は保険証の不正利用させたいのかと勘ぐってしまう、ということでですね、医療系の人で枝野さんに賛成してる人は見当たらず枝野さんは何と戦ってるんでしょうか。よっぽどですね、マイナンバー保険証にするとあっちの方面の方がね正体バレちゃうってことでね、通名と本名がダブルで表記されちゃうんでね、聞いてないよってねダチョウクラブになっちゃうということで、それを阻止するがためにですね全然違う話題を持ち出して抵抗してるということなんでしょう。わかります、わかりますけれどもね、と、普通に考えて今時紙ベースを維持しろって方がねどうかしてると思いますよ。もちろんですね、僕も政府が個人情報を集めやすくするというのはなんか嫌な感じがするのでね、その辺の危惧には理解は示しますけどもね、ただ一方でこのコロナのおかげでですね、日本の行政システムの IT 化が他国に比べて非常に遅れているというのがもう完全にバレちゃったので、マイナンバーを軸に IT 化を推し進めるというのはですね、行政の IT 化を推し進めるというのはもう止めようがないんですよ。つうか逆に言えばですね、なんでこんなにも行政の IT 化が遅れたのか、政府与党が悪いのか、あるいは他の野党が邪魔して悪かったのかですね、その遅れた原因をですね国会でぜひ追及してください。あとですね、枝野さんの話を聞いてマジでこの人見当違いも甚だしいっていうのが1個ありましてね、彼曰くでっかい銀行だってキャッシュカードで金を下ろせなかったことがあるじゃないですか、この部分が相当やばいです。この話から類推するに、枝野さんはですね停電時はキャッシュカードが使えないから、だからキャッシュカードの普及には反対しますっていう風に聞こえちゃいます。あのね、おじいちゃんおばあちゃん聞いたってね、今更キャッシュカードは不要だ、常に銀行通帳を携帯していきましょうなんていう人いますかね。例えばですよ、あ停電になっちまったよ、これじゃ ATM で金下ろせねえじゃん、
だから言わんこっちゃない、常に通帳持ち歩き、いつでも窓口でお金を下ろせる状況にする、これが一番安心です、なんてやついないでしょしかも多分ですね、銀行は停電したら震災時でもない限りですね、通帳持参してもお金下ろせないと思いますよ。例え話が悪すぎて枝野さん正気ですかって僕なんかずっこけちゃいました。それともう一つ付け加えるならばですね、今日本の低迷が叫ばれる中で、日本は変わらなきゃいけない、変えていかなければいけないと言っている最中に、この枝野さんの言葉というのは、日本のシステムというのは旧来通りのままでいいと、そんな風に聞こえます。もうどうしちゃったんだよって感じでね。かつて枝野さんは自民党は革命政党、我々は政党保守派と言っておりましたけどもね。なるほどなと。確かにこれ行政システムの IT 化に関してはそうかもしれません。あなたたちの方が保守派かもしれませんってね。なあアホなって感じですけれども。しかし本当に左人は不思議ですよ。韓国でもタイでもですね、国民総 ID 制度というのがあって、今や ID カードはそれ国民全員携帯しているんですよ。常時持ち歩いているということです。なので左人の皆さんがですね、日本のマイナンバーカードに対していろいろと懸念があるのであれば、それこそ韓国でもタイにでも行ってですね、現状起きている有識問題をいろいろと聞いて集めて、それを国会に提示してね、政府与党を追い詰めていくだとか、そうでなければですね、報道特集だとか放送だとかね、あなたたちを応援してくれそうな番組に出演して思いの丈を述べればいいじゃない。なんでいつもはね、アメリカがヨーロッパが中国が韓国がとね、比較論が好きなくせに、このマイナ保険証については一切それを言わないのか。どうせ左人にとって都合が悪いデータしか出てこないので、比較をしたくないということなんでしょ。そういう意味では令和新選組も一緒ですよ。山本太郎は街頭演説でマイナンバーを普及させる目的というのはですね、庶民の所得をいちいち把握して税金を取れるところから取っていこうと、そしてそこで集められたデータを企業が利活用する、つまり資本家が利益を得るということ、せめてヨーロッパ並みのセキュリティを担保してからでないとってなことをね、申しておりましたけども多分令和の支援者たちはですね、これを聞いてふむふむ、山本さんいつもいいこと言うなってね、そんな風に聞いているんでしょうけれども、まず普通の企業がマイナンバーを扱うことはないですよ。むしろ最初出てきたですね、医療機関、病院、まあ大きな括りではこれもね、企業の一つですけどもね、そういったところがマイナ保険証をきちんと活用すればですね、病歴や処方箋の履歴が残っておりますので、医療業務の効率がはかどるかと思うんですが、ですから企業がマイナカードを利活用するっていうのはそういうとこだと思うんですよ。別に電通がね、マイナンバーカードを利活用するわけじゃないんだからさ。それに山本太郎が言うね、せめてヨーロッパ並みのセキュリティを担保してからでないとって言うんだけれども、それを国会で議論するのが本来あなたの仕事なのでね、それをせずにいつまでもですね、統一教会のことばっかりやっているので、国会議員の皆さんって大多数がね、国民そっちのけで何やってんだよというふうに思われちゃっているわけですよ。僕は今回山本太郎のその意見に賛成しますからね、ヨーロッパ並みの情報セキュリティ、それ早く議論してくださいよ。その一点だけは応援していこうかと思います。いやー、しかし左翼政党のマイナ保険証猛反対の姿を見て、やっぱ保険証だけはマイナンバーカードと紐付けてやるべきなんだと今更ながら確信しました。さてお次の話題は、空前の円安に見舞われている青息と息の韓国が同じく空前の円安になっている日本に来て、さぞ苦しかろうと期待したが、実際そうでもないことに気づき、逆に動揺しちゃってる話題を、現地メディアの韓国日報より見出しがですね、バブル崩壊レベルの円安にもかかわらず日本で泣き声が出ない理由はということで、本文を翻訳した上で抜粋して読んでいきましょう。10月21日午前、東京の証券街日本橋歌舞伎町、前日円ドル為替レートは150円になり、金融危機の影が現れているだろうと思ったが、とても平穏だった出勤する証券会社の職員たちに、金融危機が迫っていると思うかと聞いたところ、みんな驚いた、初めて聞く話だ、それはどういう意味なのかとの返答だったいや本当どういう意味なんだろうね。これから冬にかけてさらなる物価高、特に電気やガス代などのエネルギーコストの上昇がどうなるのかっていう不安は皆さんお持ちだとは思いますが、だからといって金融危機崩壊とかね、いきなり所有資産が紙くずになるだとか、そんなことを考えている日本人は一人もいないと思いますが、この韓国記者の妄想話に付き合った証券マンの皆さん、ご愁傷様でございますと。で、彼らの心配はインフレだった。円安のために輸入物価と消費者物価が上がり、企業の採
産性が落ち国民の生活に影響するのではないかという恐れについて話した。日本初アジア金融危機が迫るという暗い見通しに耳を傾ける日本人はほとんどいないのはなぜだろうか。なぜだろうかの答えに私ササヤンが答えましょうか。それはあなたたちの願望だからですよ。自分ら韓国が今金融危機になっているので日本も同じはずだっていうね、傷の舐め合いをしたかったんでしょうけれども、そんな事実はございませんので、自分の傷に自分で塩を塗ってですね、自分で勝手に騒いでくれよと、全く困った連中ですよと。で、今回の円安は歴史的水準ではあるが日本経済に深刻な危機警報がついたわけではないというのが専門家たちの一致した見解だ。1998年には日本、韓国をはじめアジアに金融危機が襲った。どちらも日本の金融市場の危機が円安につながった。そうやって平気で嘘をつくのをやめてもらっていいでしょうか。1998年に起きたアジア通貨危機というのは確かタイから始まって最終的に韓国の金融市場をボロボロにしただけで、日本はどっちかというとですね、別の原因、バブル崩壊後の後処理で辛酸を舐めていた時期だと思いますけどもね。本当韓国の記者というのは、ね、リアルと妄想がないまぜになりすぎです。X という感じですけれども、とですが今は状況が違う。今回の円安を誘発したのはキングドル現象だ。米国の緊縮政策でドルを除いたほとんどの国の通貨価値が同時に下落している。韓国をはじめとする新興国は相次いで基準金利を引き上げ通貨防御に乗り出したが、日銀は緩和政策を維持している。円安を一番最初に解消しなければならないとは考えていないという意味だ。日本の外貨準備高は中国に次いで世界第2位だ。バブル経済の時、世界各地の資産を買い入れた結果、過去30年間対外債務対外債権は世界1位を持っている。しかも日本は英国、スイス、カナダ、EU とともに米国と無制限かつ無期限の通貨スワップを締結中なので、これからドル初通貨危機を迎える可能性がほとんどない。はい、説明ありがとうございます。この記事の言う通りなので、もうどうしたもこうしたもないんですけどもね。だから僕から説明加える必要もないんですが、まああえて一つ言うのであれば、世界第1位の対外債権国日本がその債権を売り浴びせていけばですね、韓国も含めていろんな国が金融危機に陥りますので、むしろ日本は金融危機を起こすカードを持っている国だというふうに認識してほしいですし、その日本が金融危機になったとすればですね、間違いなくいろんな国が道連れになっていき、そして日本よりも先にねその国が行っちゃいますのでね、その辺よろしくご理解くださいと。ただドルに匹敵する安全資産とされてきた円の栄光も過ぎ去ったことは明らかだ。2008年、米リーマンブラザーズの破産で始まったグローバル金融危機、その後欧州発金融危機など深刻な経済危機の状況では円高現象が現れた。しかし最近円は新興国通貨と並んで下落している。日本経済の体質が弱まったという暴証でもある。それは確かにその通りでしょう。安全資産と言われた円がこの危機に円高に向かわず円安に大きく触れたのはですね、ちょっと予想外でしたけれども、日本経済新聞は日本が大規模緩和政策の維持方針に固執するのは少しでも金利を上げれば経済が一気に冷めかねない危険があるためとし、円の価値がバブル崩壊後最低水準になったのは日本政府が構造的経済問題に手を出さなかったことが累積した結果と指摘した。朝日新聞も通貨は一国の経済力を反映するとし、日本経済の脆弱性が今回の円安に浮上していると分析した。おしまい。ということで、一言で片付けるのであればですね、この記者は何しに日本に来たんだって感じですよね。この程度の記事であればわざわざ兜町に取材に来なくてもですね、書けんじゃねえのかって思いますけどもね、本当何しに来たんでしょうかね。久々に本場の日本に行って寿司でも食いてえなってことでね、日本初アジア金融危機あると思いますっていう風に上司を説得して、ほんで旅行気分でやってきたちょっと頭が荒れすぎる記者のね、まあ不純な行動と察しますけれどもと。ただ一方でですね、明らかに日本の将来にとってやばい雰囲気になってきたなっていうのが一つありまして、最近米国のインフレが凄まじいですよね。日本と米国と同じような仕事をしてもですね、給与が2倍差3倍差違うなんてことも出てきまして、もちろんそれはですね、冷静に考えて言えば給与も高いけれども物価も高いんでね、生活するという意味においてはどっちも同じなのではっていうのはその通りなんですが、日本の学生はですね、どうもそう思っておりません。たまたまちょっとですね、数人の学生と話す機会があったんですけども、みんな英語ができるのであればですね、米国とかあっちの方で頑張ろうかなという声が出て
てきております。その理由は明快でして、日本にいても給料が上がりませんし、せっかく給料もらってもですね、保険だの年金だのがさっ引かれて手取りが結構少ないっていうのをもう事前に知っておりましてね、そうなんだったらば海外にでも行こうかというような、まあそんなね視野が広がってると。よくね、政府がつまんない金制度やってると金持ちがやがて海外に逃げ出すよって言うじゃないですか。金持ちが海外に逃げるかどうか知りませんけども、日本の将来をこれから支えていくだろう若者が海外に逃げるかもっていうのはね、このままだとありえそうだなと。今日もニュースでやってましたけどもね、日本の若者がカナダでワーキングホリデーに行ってですね、そこでいい稼ぎになってるとね、考えてみたら日本の学生さんって普通に算数ができて国語ができて、日本人だったらですね、ルールもちゃんと守る習慣がすでに身についているんでね、多分語学の問題さえ解決すればですね、どこの国に行ってもですね、良質な働き手なんですよね。で、今英語なんてのはですね、やる気があれば YouTube でもタダで学える時代じゃないですか。駅前留学なんてしなくてもですね、ネイティブな英語を聞き分けるにはどうしたらいいのか、あるいはネイティブな発音をするためにはどう言えばいいのか、そんなノウハウを YouTube に全部公開してありますし、しかも DMM 英会話だとかね、オンラインレッスンを受ければですね、毎日レッスンしてもたかだか6000円程度ですよ。英語を学べる環境というのが10年前に比べても圧倒的に格安でできるようになってしまった。この状況だとですね、本当に若者がこの国からね、英語学んで大量に出ていきそうで、僕は怖いものを感じます。閣議決定で勝手に何かが決まっただとね、まあガチャガチャ言ってる議員さんたちは、若者給料から保険料や年金がどんどんさっ引かれてる状況、しかもそれね、年々上がってる状況をぜひ改善してくださいよ。閣議決定どころじゃないんですよ。もう勝手にもう税金が上乗せされてるような状態ですからね。これ第二の税金ですからね。早くそれを止めるように国会で言ってください。じゃないと、できる若者の方からですね、僕、海外に行きますっていう風になっちゃいますので、話戻すと、日本は韓国よりも金融面では随分恵まれた国なので、金融危機が起こるはずもないんですが、ただ、この円安を放置していくと、日本の若者が日本で働くのを損と感じですね、語学に長けた優秀な若者の方から海外に転職するのが想定されるので、政府は対策を早く打った方がいいんじゃねえのというのが僕個人の感想でございました。さて、今日も話がなくなりましたので、これくらいにして最後はほっこりなぞかけて締めたいと思います。枝野曰く天下の愚策とかけまして、中国人が失敗したと解きます。その心はマイナー不健勝すいません、今年最大のドンスベリギャグかもしれません。1時間考えてこれしか浮かばなかったので、もうほんとごめんなさい。明日はなんとか挽回しますって、できるかどうか分かりませんが、本日も面白かったためになっててくださいね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。